everyone. Thank you so much for watching. では、New Horizon 1年生の皆さん、Let's study together. Let's read to City Lights. On page 124 to 125. ここのページになりますね。いよいよユニット11のこれが、一番最後のものになります。ね。もうこの後皆さん見てください。資料編しかないんですよ。ということはもう1年生の勉強過程はこれで全て終了になりますね。OK。それでは、このまず絵を見てほしいんですけれどもね。絵を見るとこれチャーリー・チャップリンという、まあ、もう知ってる人は知ってると思うんですけど、すごくあの昔のね、ここに本当にこのチャーリー・チャップリンの映画のあの一部が載せてあるんですけれども、非常に有名なお話で、もう心温まるお話なんですね。まあ、この一番最初で、ね、見てみると、この女の人がこう目が見えていない状態で写真で載っているんですね。そしてチャーリーが女の人にお金を渡している。その後ろで、あ、警察がなんか、うん?っていう顔をしていて、そして警察に捕まってしまうんですね、この男の人は。そして次のページを見ると、ボロボロになったね、服を着た男の人が、この女性のところをね、通り過ぎる。で、この女性は本来はその人のね、顔を知らないはずなので、もうこれでもう通り過ぎていこうと思ったら、その女性が花をね、くれた。そしてその花をくれた時に、そのね、手に触れた時に、という感じ。これがこのお話ですね。もうこれはあのね、普通だったら、日本語だったらお話わからない状態で読んだ方がいいと思うんですけれども、やっぱりこういう時の絵っていうのは、その想像力をね、すごくこう、助けてくれるものなので、ちょっと絵を一緒に見てみました。Okay, so now, as usual, listen carefully. And one more thing, try to copy what you listen.はい。では、いつも通り、ちょっと長編になりますけれども、私は QR コードよりはゆっくり読みますので、真似できるところを音に出して読む。これをぜひやってください。Okay, so here we go. City Lights. Charlie was a poor, lonely man. He had no job and walked around the city every day. One day, he saw a girl on the street.She was blind and selling flowers for her family. Suddenly, she dropped a flower, so Charlie picked it up and bought it. The girl thanked him, but he did not say a word and walked away. The girl could not see Charlie and thought, he's a rich, kind man. Charlie got a job.And bought flowers from her every day. He became very important to her. One night, Charlie met a rich man and told him about the girl. The man gave $1,000 to Charlie. Charlie gave the money to the girl and said, Here, get surgery for your eyes. But the police thought,Charlie stole the rich man's money. The rich man was forgetful and did not say anything. So the police put Charlie in jail. Several months later, Charlie got out of jail. He saw the girl on the street again. She was still selling flowers, but now she could see thanks to Charlie.He tried to pass the girl without any words. She did not know his face, but he looked very poor and tired. So she gave a flower and some money to him. She touched his hand and remembered. Was it you? She asked. Charlie smiled and nodded.Now it's time to open your textbook to page 124. はい、これはもうキーセンテンスもありませんので、一つ一つ皆さんと一緒に、読んでいきたいと思います。内容をチェックしていく前に一つ皆さんにお願いがあるんですが、インデントというのがね、ここを見るとありますね。なので、まずインデントのところに番号を入れてほしいんですね。
まず一番最初、Charlie was a poor lonely man。 この文章の前に空いているこの空間に1ですね。そして次の125ページの一番冒頭もやっぱりこれインデント空いていますので、これは2ですね。というのは内容が大きく分けると、このシティライツは3つあるっていうことですね。そして126ページが3、これが several months later っていうところが3になっています。はい、それでは124ページのところですね。So, first of all, here, Charlie was a poor lonely man. ここまでですね。Charlie is a man who is the main character of this story. この、ストーリーの、まあ、メインキャラクターのお人がこのチャーリーっていう人なんですよね。で、このチャーリーさんという人、まあ、ここにある絵の通りなんですけれども、チャーリーは was、 はい、ここが過去形なので was 日本線ですね。was a poor lonely man、 これはもうその昔のお話っていうことでお話をしているので、チャーリーはそうだったという過去形ですね。皆さんがユニット11で習ったことになりますね、これは。はい、で、a poor lonely man ということなので、貧しくてそして孤独な男だったということですね。この場合のように poor lonely っていうふうに間までつなげていますけれども、こういうふうに短い形容詞をポンポンってつなげることっていうのはできます。間を使えばということですね。もしこれ間使わないんだったら a poor and lonely man というふうにもちろん言うことはできます。さあ次ですね、このチャーリーさんのことが he ですね。彼は he had no job なので had no job、うん、仕事がなかったということですね。過去形で had に日本線ですね、二重線、カンマ and そして接続詞ですね、カンマ and walked around the city every day。 さあカンマ and で主語がない場合ですね、これはこの he というのを使っている、共通して使っているわけなので、次のセンテンスの主語ももちろん he ですね。彼は walked、はい、歩いていた、歩いたですね、過去形歩いた。around the city ってことは、みんな around という前置詞は、このぐるーっと merry go round っていう感じですね。だから、この前置詞を捉えるときにも、イメージしてください。何々を回ってとか、何々を巡ってとかって、日本語にするんじゃなくて、merry go round みたいな、このイメージをしながら考えるということですね。だから、around the city っていうことは、その街をもうぐる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 とこうね、歩き回っている印象ですね。 walk around ということは、every day、 そしていつなのかっていうのはいつも最後に来るんですよね。だから、毎日ということですね、うん、この、1年生はもう順番も覚えてください。どこ、いつ、この順番ですね。日本語はいつどこで誰がっていうのなので、結構ですねこの教科書を見てるとやっぱりいつっていうので前にいつを持ってきて間まで表している文章が非常に多いんですけれども、これは英語の文章としては本当はイレギュラーな形なんですね。だから間まがあるっていうね、勉強を今までしてきたんですけど、このいつというのは基本的には後ろに行くっていうのが英語の文章だということを覚えておいてください。なので every day というのは一番最後に来ていますね、毎日。はい、次ですね、 one day、 ある日、He saw a girl on the street ですね。He saw a girl、 彼は何を見たってことですね。これは see の過去形なので saw になっていますね。He saw a girl、 はい、この a girl っていうのはもう習ってるんですけども、ポッとスポットライトが当たった a girl ですね。 a girl、 一人の女の子を見たっていうことで、この場合にはそのとかそういうことではなくて、こういう感じですね。はい、on the street、通りでということですね。これね、on the street でも in the street でも、これは状況によってなんですけども、どちらでも間違ってはいないんですね。on the street っていう方がどちらかというと、本当にもう道路の上にっていうイメージでこう言ってる感じですね。in the street っていうふうにもし言う人がいたら、in the street っていうのは、もうちょっとなんかこう建物とかがいっぱいあって、その street っていうのが、こう景色をイメージした時に、なんて言うんでしょうかね、その
いいんだ感じに見えるっていうか、こういろんなものがこう周りにあって、この中をこう行く感じのインっていう時にインザストリートっていうふうに言う人もいますね。はい、この場合はオンザストリートなので、単純にこう道路の上をこうね、女の子がいる、道路の上に女の子がいるっていう感じのオンを使っています。次ですね、 She was、 これも過去形ですね。 She was blind、 はい、She was blind っていうのはもうこれはもうそのままなんですけど、 blind person っていう方で言えますね。目が見えない人のことを、She's a blind person って言いますけど、この場合 She was blind、 彼女は目が見えなかったということですね。これは形容詞に当たりますね。そして Selling flowers for her family、 次は、この B 動詞の She was を使っているので Was selling flowers、 Was selling flowers っていうことは、過去進行形ですよね。そういう過去進行形で表すということは、もう彼女がその花を売っていたっていう行為が、まあ、進行していたっていう感じで取ってくださいね。ね、彼女は、まあ、結構こう、どうですか、花いかがですかってこうずっと進行していた、その花を売るという動作が進行していたので、ここは過去進行形で表しています。そして次の、For her family なんですけども、これは for なんですね。これはなんで for なのかっていうと、ね、これを to にしてしまうと、to her family にしちゃうと、彼女の家族へ直接花を売ることになってしまうんですね。ただこの for っていうのを使った場合っていうのは、for 何々っていうのは誰々のために、誰々のためにこれをあげるとか、そういう時にこの使うんですね。for っていうのは、こういう方向に一気にドーンと行くっていうよりは、こういうふうにちょっと手を挙げて、あなたのために。なので、これ、プレゼントをあげるときにも、present for you っていう方ももちろんできるし、I'll this present to you っていうふうにも、あなたに直接ドーンってっていう言い方もできるんですけれども、どちらかというと、Oh, this present is for you とか for her とかっていうふうに for を取るのは、まあ、プレゼントっていうものはその人のことを考えてこうあげるものになるので to よりもどちらかというと for の方がね多いかなっていうのがあります。だからもう絶対にこの後は to だとかこの後は for だとかっていうことをあんまりですね、こうね、どっちが正しいんだっていうふうに考えすぎない方がうまくいく時もありますね。で、この場合は絶対 to ではなくてフォアになるのは、だって花を売る人は彼女の家族に対して花を売るって変じゃなくないですか、ね、だから家族のために、まあ、彼女がお金を要するにお花を売ることでお金を稼いで、そのお金を家族にあげているっていうことなんでしょうね。これはね、家族のために彼女はお花を売っていた、売っていたということだね。 Suddenly、突然 She droppedここがまた過去形ですね。A flower。さっき flowers、selling flowers で複数形でこう言ってたんですけれども、dropped、落としたのは a flower。一つの花っていうことなので、dropped a flower ですね。そして、カンマの後、so と来るのは、これは、それでという感じでつなげればいいんですね。Charlie picked it up and bought it.チャーリーはそれを picked it up っていうのはこう拾い上げたっていうことですね。pick up 拾い上げた、そして bought it 買ったということですね。まあ彼女にお金を払ってそのお花をまあ買ったんですね。さあ次 The girl thanked him、その女の子はチャーリーにね、彼にありがとう、ね、感謝をした。そしてしかしながら、カンマバットなのでだがしかし、He did not say a word and walked away.、うん、しかしながら、このチャーリー、彼は did not say、はい、この did がまた過去形ですね。大丈夫かな？この場合の thanked、これも過去形ですよ。つまりこの city lights っていうお話はもうすべて過去に起きていることとしてお話をしているので、もう皆さんが、これから読むお話って言われるものはほぼほぼ過去形のものが多くなってくると思いますね。そして he did not、 この did not の did のところに過去形の2本線を引いてください。これですね。1年生過去形の2本線。
一言もですね、a word なので一言も言わなかった。そして walked away、 ここも過去形で walked、去っていった、歩き去っていったっていうことですね。はい、次が、The girl could not see Charlie。 その女の子はチャーリーを見ることができなかった。 could not っていうのは can の過去形で、こういう場合にはできなかったっていうふうに訳することができるので、見ることができなかった。comma and thought、 そして思ったということですね。これも過去形ですね。 He's a rich kind man、 彼はお金持ちで優しい男性なのですと思ったっていうことですね。はい、ここは現在形になっていますね。この子のセリフ、この女の子が言ったセリフのことなので。さあ次ですね、チャーリー got a job。 今度はですね、チャーリー got、 get の過去形ですね。 get の過去形で日本線。 got a job and bought flowers from her every day。 bought っていうのは buy の過去形ですよね。 and bought flowers、 これは複数形の S ですね。From her every day。 そう、チャーリーは仕事を手に入れたっていうことですね。そして、毎日その女の子からお花を買った。今度はですね、さっき a flower だったんですよね。ピックアップしたのは一つのお花だった。でもチャーリーは仕事を得てからはその女の子から flowers なので、もう今度は一つじゃなくて何本かね、お花を買ったんですよね。He became very important to her。 この became、 これも become の過去形ですね。彼は、なったですね。何になったのかというと very important、 とても、重要な人になったんですね。この人はね、彼女にとってはそのこのチャーリーねという男の人は、とても重要なものになっていたっていうことだね。だって毎日お花を買ってくれるわけなので。 One night、ある夜、チャーリー met a rich man。 はい、チャーリー meet が met で過去形ですね。また過去形。 met a rich man、 一人のね、お金持ちの男性に会った。そのお金持ちの男性、ここに絵がありますよね。チャーリーにお金を渡しているこの人ですね。そして comma and told him about the girl。そしてそのお金持ちの男性にチャーリーはお話をしたんですね。何について？ About the girl、 その女の子についてですね。次、 The man gave $1,000 to Charlie。 その男は gave $1,000、1,000 なので、1000ドルですね。1000ドルというお金をその金持ちの男がチャーリーにあげちゃったんですね。gave っていうのはもう本当にあげようっていう感じで give、 あげるの過去形 gave になっています。それからお金の、表し方なんですけども、これ $1 だったらもう本当に $1 なんですけれども、 1000 っていう風になると英語の場合は dollars、 ここが複数形になりますね。 So the man gave $1,000 to Charlie、Charlie gave the money。 今度はチャーリーが gave、 あげた the money、 そのお金を誰にかというと to the girl、 その女の子にあげたっていうことですね。 and said here、 そして言った。 here、 here っていうのは何かを誰かに差し出すときにこう見せながら here っていうときにこう使う言い方ですね。Get surgery for your eyes。 これですけれども、 your eyes、 ここはまた複数形になりますね。この前の said というのももちろん過去形ですよ。 say が said ですね。Get surgery。 Get surgery というのは手術になりますね。 surgery というのは、はい、そしてこの get を使って手術を受けてというふうにこの女の子に提案をしています。For your eyes で、あなたの目のための手術っていうことですね。はい。さあ、そして次の文章ですね。But the police thought Charlie stole the rich man's money。はい、ここなんですけれども、しかしですね、このチャーリーはお金持ちの人にお金をもらって、
ってそのもらったお金を女の子にあげただけなんですけれども、警察はそうは思わなかったっていうことがこの文章なんですね。で、thought っていうのはもちろんこの think の過去形で thought になってるんですけれども、チャーリーストー、ここも今度は会話文の中にあるんですけれども過去形になっていますね。これは警察が思ったことなんですけれども、警察が言ったことでもあるんですね。このクォートがあるので、チャーリーストー the rich as money、 これね、誰かが言ったイメージで言っていますね。ストーというのは steal、 盗むの過去形がストーになりますね。チャーリーは金持ちの男のお金を盗んだんだっていうふうに言ったっていうことなんですが、ここのですね、the police っていう言い方なんですが、これはいわゆる警察が思ったっていう感じで、この警察っていうのは警察官が一人思ったっていうよりは、警察という組織がそういうふうに思ったっていうことで the police っていうのを使っています。なのでこの new words のところに警察官 police ってあるんですけれども、もしこれ警察官一人っていうふうに言う場合は a police officer、 これが正しい言い方です。で、そうではなくて警察という組織として言いたい場合にはこのように the police というふうになって、 the police thought って言った場合には警察がそう思った、日本でも警察があの事件に、やっぱり関与していたんだとかですね、それから警察があの事件を本格的に調べ始めたっていうような時のこの警察ってイメージがこの the police っていう言い方になってますね。次、the rich man was、 これも過去形ですね。 forgetful、 はい、忘れっぽい人だったんですね。この forgetful っていうのはまさにそういう意味です。そして、did not say anything、 何も言わなかった。うん、まあその警察から何か聞かれた時に、ああ僕があのお金はチャーリーにあげたんだよ、チャーリーは僕から盗んでないよっていうことを言ってくれなかったっていうことですね。 So the police put Charlie in jail、 なので警察はチャーリーを牢獄に put、入れたということですね。この put っていうのは過去形なんですけれども、発音もスペルも変わらないパターンなので put、このままになっています。Did not、 この did not の did も過去形ですね。さあ、次が、第3パラグラフで several months later、何ヶ月か後になってということですね。この month、 これは複数形ですね。Charlie got out of jail、 got out なので get の過去形で、牢屋から、牢獄から出たということですね。次、He saw the girl on the street again. Saw は see の過去形ですね。彼は見た。誰を見たのか。The girl。同じそのパンパカパン、同じ女の子ですね。On the street again。再びその通りで見たということですね。She was still selling flowers. 彼女はね、まだ同じようにそのお花を売っているという状態にいたということですね。その彼が彼女を見たときに。そして flowers、 これも複数ですね。 But now、 がしかし、 Now、 今は She could see the,、thanks to Charlie、 She could see、 彼女は見ることができた。そうですよね、チャーリーからもらったお金で手術をしたので彼女はもう見ることができたんですね。で、その後Thanks to Charlie、 チャーリーのおかげでというのがこの Thanks to Charlie になります。はい、次、 He tried to pass、 この tried、 これが過去形ですね。 try の過去が tried、 tried to pass the girl、 その女の子を pass するっていうのはみんなわかりますね。通り過ぎる感じですね。Without any words、 何も言葉をかけないでっていうのがこの Without any words。She did not know his face。 そうですね、彼女は彼の顔を知らなかった。うん、 Do you know why?、Because when she met him、she was blind、 So she could not see his face at that time、 Then ですね、その時には彼女は blind、 目が見えない人だったので、もちろんこのチャーリーね、チャーリーが
お花を買ってくれた人だということも知らないし、チャーリーの顔も知らないわけですよね。そして、But he looked very poor and tired. でも彼はとても貧しくて、そして疲れているように見えたということなので、looked、ここは過去形の looked、ed に、日本線になりますね。そしてそれで she gave a flower、 この gave がまた過去形ですね。 a flower、 一本の花を彼に差し出した。 and some money to him、 そしていくらかのお金も一緒に彼に、あげたんですね、この女の人がね。はい。そして she touched his hand、 彼は、彼女は、この女の子は彼の手をふっと触った、 touch なので ed ですね。そして remembered、 思い出したということですね。その手を触った、この手はっていうふうに思い出した。 was it you、 あなただったのっていう感じですね。これがまさに was という be 動詞を使って、あなただったんですかっていうのが、この was it you、 she asked、彼女は尋ねた。 Charlie smiledチャーリーは笑った。ed ではなくて、これは d だけが過去形でついてますね。smiled and nodded。nodded っていうのはうなずく、うなずいたの過去形で ed がついていますね。nodded。はい、そういう、お話でしたね。大体みんなね、お話の内容分かったと思うんですけれども、このお話の内容分かったところで、リビューというところ、ラウンド1を一緒に見ていこうと思います。ね、まずですね、この1番のチャーリーというのはどんな人だったというかというと、poor、貧しい人だったので、e になりますね。そして女の子はどんな人だったかというと、blind、目が見えない人だったから、a。最後の the rich man。というのは、金持ちの男の人はどんな人だったかというと、He was forgetful、 忘れっぽい人だったっていうのが一番当てはまりますね。次ですね、Round 2。 Charlie first met the girl at the flower shop。 Charlie は first、まず最初にその女の子に flower shop、 花屋さんで会った。これは合ってますか？ No, of course notSo, instead, Charlie first met the girl on the street. 通りでその女の子に会ったので、これは×ですね。Number two, the rich man gave money to Charlie, but he forgot about it. The rich man gave money to Charlie, どうぞ。But he forgot about it. これはどうでしたか？ピンポーン、 That's right。 その金持ちの男の人はチャーリーにお金をあげたんだけど、そのことを忘れてしまったね。 He didn't say anything と言っていますね。 Maybe to the police、 警察に何も言わなかったんでしょうね。なのでこれは丸ですね。このまま次、 Number 3、 Charlie got out of jail but he could not meet the girl againチャーリーは got out of jail なので、牢屋を出た。But he could not meet the girl again. But he could not meet the girl again. Was it true? そうだったっけ？違いますよね。That's right. He met the girl. He saw the girl again ですね。もう一回この女の子にチャーリーは会うことができたので、could not って言ってるこの文章は false、 バツになりますね。はい、物語の続きがどうなるかを自由に考えましょうということですけれども、 What do you think about it? So I think they lived happily ever after。 どうでしょうかね。末永く幸せに2人は暮らしましたっていうのが一番私が思いつくことなんですけれども、はい、1年生もね、1年間やってくると、もうこの間にいろんなのをレッツリードっていうので、まず富士山のがあったんですけれども、このレッツリード2っていうのは結構1年生にとって長いと思いますね。でも長い文章になっても楽しく読むコツっていうのがあります。それはやっぱりみんなが日本の文章を音読するのと一緒で、
音読をすることを楽しいと思えるようにしていくことなんですね。で、いきなり英語の文章を何のヒントもなく、何の音源もなく音読が上手にできる人は多分一人もいないと思います。なのでぜひここにある QR コードまたは私の読んでいるこの英語の文章を耳で聞きながら同時に真似をして読む。これをしてください。耳で聞いたものを一度止めてそして読む、また耳で聞いたものを一度止めて読むっていうやり方の方が合ってるっていう子ももしかしているかもしれないんですけど、それよりも英語のリズムを身につけるのに一番いいのはやっぱりですね、この同時に真似するっていうことなんですね。だから同時に真似してると、ね、言えてないところもいっぱいあるけどと思うかもしれないけど、もう気にしない気にしない、もうそんなこと気にしなくて全然いいので、それを何回もやってみてください。そういうふうにできてから、よし今度はちょっとね、止めて読んでみようと思って止めて読むっていうのはいいんですけれども、どうしてもみんなはもう英語を中学校になってやっていて、しかもこんな長いのが出てくるとどうしてもですね、この字を読もうとしちゃうんですね。だからまず一番最初に字を全く見ないで聞いて、ただ真似しよう真似しようっていうのをやってねっていうのは、そういうふうにすることによって自然に難しいと思っているそのドゥルルルルってこうつながって出てくる感じの英語をマスターしやすくなります。ここに文字があるとどうしてもみんな文字にね、神経がいってしまうので、Charlie was a poor lonely man っていうふうに言えなくて、Charlie was a poor lonely man ってこういう感じで一生懸命こう一つ一つ読もうとしちゃうんですよね。He had no job and walked around the city every day。 この勢いで He had no job and walked around the city every day っていう感じで多分QR コードも読んでると思うので、この流れ、フローっていうのをとても大事にしてほしいんですね。流れをせき止めないこと、読んでいるときに。One day, he saw a girl on the street. このカンマのところっていうのはもちろん息をちょっと入れるぐらいでいいんですよ。She was blind and selling flowers for her family. こんな感じで、もう一度ですね、ぜひ戻って、この音読を一緒に真似してやるというのをやって終わりにしてほしいなと思います。OK! Thank you so much for watching! Bye bye!